超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ちっ、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえにあれで。兵長、よっしゃやっていこうよ。リヴァイを操作してできるよ今回は。おお、テンション上がるで。第2章第1話やっていきましょう。いきなりなんかトロフィー取れて、ちっ汚ねえな畜生。すごいトロフィーやね。何、リヴァイについて。リヴァイは全ての能力に優れたキャラクターでございます。リヴァイが持つスキル、回転切りは十分な加速をして、巨人突進した後三角を入力することで強力な回転繰りを切り出すことができますとのことだね。恐ろしいよ、めちゃくちゃ強いだろうね。しゃ、入力なしで回転か。まずこれやっていこうよ。はい、これか。イエーイ、おー強いね。おー、なな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 、めっちゃくるめっちゃくるめっちゃくる。えいよえいよ、レッツゴー。ダメ、あのオーマイガー。いきなりリヴァイ捕まってもうた。無能すぎるでしょ俺が扱うリヴァイ。下手くそすぎて泣けてくるね。強いタイム撃破。お、エンダーが来てるぞ。行こう行こう行こう。どこだ、こっちか。わお、巨人めっちゃいるね。ノッ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 。イエス、アウチ。資材よこせ。レッツゴー。イエス、左腕もよこしやがれこの野郎。やべえ、下手くそすぎる。ノーノー、捕まる。オーマイガー、オーマイガー、危ない。俺のリヴァイなんでこんな捕まんの、よくわかんねえや。何その体勢、腹立つわ。なんでドヤ顔でこっち向いてんの。やっぱエルド早く救出しないと。イエス、エルド救援に成功だ。よかったよかった。何、任務時間内に。え、まだまだあんの。まだ救出していかないとダメなの。制限時間内に巨人たちを討伐よ。難しすぎるでしょ。これで補給班を展開できます。よし、早く倒そう。制限時間ありとかもう焦るわ普通に。レッツゴー。やべ、ガス切れかけてる。またかい。さすがです兵長、私もお役に立てるよう頑張ります。よし、あ、またこっちいるね。よっしゃ、ナイス。よし、行こう。どっちか行こう。赤い円盤から行くか。いや、こっちか行こう。緑の方が近いんでね。うっふう。痛い痛い痛い。アウチ。こいつめっちゃ資材持ってるじゃないか。のののののののなんで当たらねえ。ワッツ。ちょっと待ってくれ。めっちゃ焦る。数が多すぎる。
よし、ナイス、資材獲得、ありがとうさん。壁際に腕を持っていくんじゃねえ、バカ野郎。切りたくても切れねえよ。しゃ。イエース、ナイス。壁際に立つんじゃねえ、この巨人。ずる賢いやつだな。えいよー。えいよー。えいよー。レッツゴー。フォー、気持ちいい。めっちゃいる、やばいやばいやばい。お前の鼻は確かに。気をつけ。まとめて相手して。おとなしくして。よし。一通り倒したかな？まだいんのかい？ガス切れるんですけど大丈夫、補給兵はたくさん、補給兵からたくさんもらってるからね、大丈夫だ。次こっちのエンダー行かないとね。はい、急げ急げ。のの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 の、のガス補給していこう。はい、ブレードも早く早く早く、急いで、めっちゃ焦る、時間は限られてる、その中何をするかが大切なんだ。早くしこう、こうやってきたぞ。エルヴィン大丈夫か。総員展開、補給班を援護しながら予定の配置につく。本体戦場に到着。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個を撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。オーイエー、ナイス、行こう。おはは、めっちゃ出てきたじゃないですか。一気にどこから出てくんだよ。めんどくせえ、一体一体倒すか。資材たくさん持ってんな、お前いいやつだな。ああ、メタボなお腹が邪魔でやんす。ノー、全然攻撃当たんねえ。嘘だろ、攻撃失敗多すぎるでしょ。レッツゴー。腕取れたったわー、腕取れたった、うなじきったったわー。レッツゴー。あいつの位置、拠点は気づけない。さっさとやるぞ。予想より巨人が多い。めっちゃ多いよ。どんな予想してたんだよ。ま、倒すんですけどね。救援要請？知らんがな。知らんがな。ノー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 、レッツゴー。イエス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 。うなじぎり。はい、ありがとうございます。17体目めっちゃ倒してるね。リヴァイが強いからね。なんかそんな倒した感じがしない。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。おいえ、わかったよ。補給兵を倒しに行けってか。あ、補給兵を助けに行くんだね。倒しちゃダメだよ。でも待ってくれ、次々行くんだ。よし、19体目。縁談出てるとこ行くか。わお、大型機構士来たんだけど。あっちも行きたいしな。どこにいる。おいえ、ナイス。巨人にはうなじを守る防衛部位を持つ個体がいます。え、そんないるんだ。この防衛部位を全て破壊すると、うなじ与えるダメージが、上昇します。また閃光弾や音響弾が有効な場合は、一時的に防衛部位を無効化することもできるとのことだね。しゃ、じゃあ気候し倒すか。こっちにいるね、こいつかな。じゃあ来たよ。えいよー、えいよー。ダメだ、全然攻撃できねえ。イエス、ナイス。資材取れない、嘘でしょ。まだ足切れねえのか。全然足切れねえ。ナイス、いいぞ、優秀すぎる。あ、まずい、ガス切れる。オーマイガー、オーマイガー。これ V だよな、この部分が破壊できない。の前にガスだ、ガスだ、ガスだ、ガスが切れる。なぜこっち来てんの、なぜ全力でこっち来てんの、おかしくない。たくさんいるよね、他にもたくさんいるよね。イエス、ナイス、よし。おいや、これで防衛部位狙えるようになったよ。倒しに行くぜ、ベイベー。調子乗るなよ。もう、あ、ケツ痛い。リヴァイ、ケツに思いっきり当たりに行くっていうね。おいや、ナイス、21体目、優秀討伐か。攻撃失敗回数が1悔やまれるな。の各班、兵站拠点の設置にかかる。まあ、待って待って待って、あっちにも縁談が出てるんだ。早く助けに行かないとね。大変だよ、南から巨人の群れ。えぇ、こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたよ。
ふざけた真似をする場合、仕留めるぞ。まとめて相手してもどうしたら手が出るなよ。よし、どんな巨人だろうと投射し、まだ死んでなかったのか。死んでまえバカ野郎。おいえ、おお大丈夫かい。誰か壊れてるね。させねえよバカ野郎この野郎。イエス、あいつらも気候士だったか。合流されると面倒だ。止めるぞ。補給兵、補給兵、カモンカモンカモン、補給させておくれ。はい、助かった。こんなに気候士がいるよ。こせよこせよこせ。1体くらい生け捕りにしてる。助かった。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はない。面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。エグバイレッツゴー。26体目そんなん倒してる。いいね、最高だね。リヴァイ強すぎるよ。はい、君もいきなりうなじいきます。こんなに立て続けに戦うなんて限界。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やらせてください。イエス、おーイエス。見えない見えない。これどういう状況、これどういう状況。巨人が近すぎる。巨人との距離感おかしいぞ。まだこっちいるね。わーお、ちょうどいいとこで最終突発対象。このタイミングで来るんかい。もう攻撃しに行ってたのね。うわ、でっけえな。恐ろしい。うわ、外してるし、最悪ダセえな。最悪だよ、こんなタイミングで来てくれんなよ。やっかいなのが出てきた。イエス、こいつ倒したら最終討伐のもとへ行こう。おし、一通り全部倒したかな。いや待て、こっちまだいるな。ちょっと俺中途半端残すの大嫌いなんで、ものすごく嫌いなんで、そこにいるやつ倒しに行きますよね。一匹だけ倒さないってこともないと思うんで、全力で倒しますよね。全然攻撃当たらないのはなんで。レッツゴー、ナイス。イエス、ナイス。イエス、ナイス。オッケー。さーて大型機構士に挑もうか。おいえ、行くぞベイベー。ゴーゴー。いるね、ザコもいるね、たくさんいるね。おい、おっ、ノノノノノノノ、ちょっと待って、ちょっと待って。お前ら腹をくくれ。すぐ決着をつけてやるぜ。どういう状況。うわ、防衛部位か。よし、足から切れ、足から。まだ横のやつ倒してねえじゃねえか。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。なんかこいつ生き残ってんの。ノー、あっぶれ。全然、よし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 、ひでえな、全然攻撃当たってねえぞ。いかに近い近い近い。巨人との距離近い。彼女なのか家族なのか、どういう状況。巨人のケツのとこいる。全く意味がわからない。よしよしよし、これで狙えるようになって。ちょっと待って、その前に奥のやつ倒したいな。こいつこいつこいつ、サッカー邪魔だこれ。じゃあ32体目優秀討伐いただきました。で、狙いに行け。おら、連続じゃ。おいイエス、ナイス、完璧、任務成功だ。終わった、
最後のかっこよかったね。連続でもういったよ。ふう、リヴァイ強すぎるぜ。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルヴィン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。ああ、これで終わりになりますね。ランクはイエスイエース、トリプル S いただきました。ほう、いいです。ランク気持ちいいね、最高だ。いや、今回はね、リヴァイが強すぎたので、俺みたいな下手くそでも S ランク取ることはできるんだよね。おイエス、新しいスキル連撃を獲得しましたよ。濃い人を追加攻撃が行えるとのことだ。ただでさえ強いのもっと強くなるっていうね。もう巨人足震えてんじゃない、ビビってんじゃないかな。おそらくそうだと思うよ。俺が巨人ならもう逃げるもん、襲わないもん、襲うことをやめてしまいたくなっちゃうよね。しゃ、これで城壁でもモードでも使えるようになりましたね。おーいえ、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。